トゥサンアレナはチェコのプルゼニにあるサッカースタジアムである。韓国のドーさんが命名権を取得した。ビクトリアプルゼニがホームスタジアムとして使用する。1953年に建設が開始され、1955年に開場した。2000年代になると新スタジアム建設が検討されたが、プルゼニ市に反対されたため、2002年から2003年に、 かけて既存スタジアムの大規模な改修工事が行われた。2010年7月、当時のスタジアムは UEFA の基準を満たしていなかったため、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11予選3回戦のビクトリアプルゼニ対ベシクタ主戦はプラハで行われた。これを受けて、同年9月にビクトリアプルゼニのサポーターが視聴者前でデモ活動を行うとともに、 2000人分の署名と請願書を提出し、スタジアム改修の支援を要請した。2011年4月1日から改修工事が開始された。陸上競技用トラックは取り除かれ、メインスタンド以外のスタンドも取り壊された後に新しく建設された。2012年2月16日に改修後最初の試合となる UEFA ヨーロッパリーグ2011から12。 決勝トーナメント1回戦のビクトリアプルゼに対、シャルケレイオ戦が行われ、1万1400人以上が観戦した。2017年7月、地元のビール醸造所ガンブリヌスがスポンサーとなり、缶ビールを模した新しいダグアウトが発表された。ありがとうございます。